ネット競馬ニュースフラッシュ。こんにちは。11月19日のニュースを担当いたします、桜花の奇跡の星野奈々です。この番組では月曜日から金曜日まで桜花の奇跡のメンバーが日替わりで競馬ニュースをお伝えします。それではまず最初のニュースです。川田優雅騎手、香港2019年ロンジーインターナショナルジョッキーズチャンピオンシップに出場決定。12月4日に香港のハッピーバレー競馬場で行われる2019年ロンジーインターナショナルジョッキーズチャンピオンシップに JRA の川田優雅騎手が出場することが決定しました。本シリーズはイタリアのデッドリ騎手やイギリスムーバ騎手、マーフィー騎手、香港のモレイラ騎手など計12騎手が集結。 1800m、 1650m、 1000m 計4競争の合計ポイントを競います。世界の名だたる騎手相手に川田騎手がどのような騎乗を見せるか、こちらも注目ですね。続いてのコーナーはこちら、ナナシの筋肉チェック。このコーナーでは私星野ナナ目線で見た週末に役立ちそうないい筋肉を紹介していくコーナーです。皆さん、先週行われたマイルチャンピオンシップ、結果はいかがでしたか？なるほど。なんとですね、ここのコーナーで紹介されましたプリモシーンは残念ながら馬券圏内には入らなかったのですが、ダノンプレミアムが2着に入りました。そして私星野奈々自身も3連複を的中することができました。今週も張り切ってこの調子で筋肉チェックしてまいりたいと思います。今週末東京競馬場で行われるのがジャパンカップですね。過去2年間の優勝馬筋肉チェックしてまいりました。それがこちらです。じゃじゃん。2018年アーモンドアイ、2017年シュバルグランということで、2018年の優勝馬アーモンドアイは全体の筋肉のバランスが良く、一つ一つの筋肉の引き締まりがとてもいいです。なんといってもこの高速手根伸筋が綺麗に出ていて、この脚側手根伸筋まで綺麗に引き締まっています。そして2017年のシュバルグラン、この上腕三頭筋、ピンク色のところですね。そしてこの高速手根伸筋がたくましく引き締まりがあります。この2頭は、筋肉がムキムキなのに一つ一つの筋肉がとてもバランスよく鍛えられております。さあ、この2頭を踏まえて今年のジャパンカップの出走馬の中から一押しの筋肉見つけてまいりました。それがこちらです。じゃじゃん。カレンブーケドールとムイトーブリガードです。この2頭は出走馬の中でもムキムキの筋肉で、一つ一つの筋肉がしっかり浮き上がっており、カレンブーケドールは秋華賞2着、ムイトーブリガードはアルゼンチン共和国杯1着という結果を残していながらも疲れは見えず期待もできそうです。当日のパドックの仕上がりに期待大でございます。週末の馬券の予想にぜひ役立ててみてくださいね。以上、11月19日のネット競馬ニュースフラッシュでした。バイバーイ。